自宅でバーベキュー前編、本日ご紹介したいのがこちらになります。じゃーん、なんかこう可愛らしいでしょ、バッグみたいで、まあ、こうやって立てることもできるとこれ何かっていうとですね、あのベランピングで、食事をしてるところをお見せしてるかと思うんですが、まあ、ベランダでこうちょっとした焼き物ですかね、してみたいと。要は焚き火ができないので当たり前ですけども、あのベランダですんで、賃貸のベランダですんで、ただこういったあの固形燃料で安全性の高いものであれば、まあ、安全面を、十分に、確保した上でやる分にはまあ大丈夫かなと思っております。でこちらですね、こちら何かっていうと、開けるとパカッとこういうのが出てきます。こういうのが、こんなやつとこういう網みたいなやつと、あとこの入れ物みたいな感じなんですが、こんな感じですね。こんな感じです。そうすると、まあ要はここに焚き火のような感じで木を入れて、まあ簡単なバーベキューができるっていう風な可愛らしい優れものです。なので、これはまだ一回も使ってないんですけども、これにこの網を引いて、これでもいいですかね、どう違うんですかね、こっちで、多分焼肉とかするんだと思います。一人用ですよね、この大きさ的に。これくっつけて焼肉をここで焼くか、もしくはこっちで例えば給水とかで、水を沸かしたりとかですね、できるための2つじゃないかと思います。で今日はこのウィンナーと厚切りベーコンを焼きたいんですが、まあ、もちろん焚き火が室内なんでですね、できるわけがないので、この100均で買ってきたこの固形燃料、こいつをこのやつを下に置いて、これをね、これをこう2つ3つしてした方がいいかな、いつも消してしまうので3つします。3つ入るのでこういう感じで見えますか、この感じで火をつけて、でこれで本当焼きたいんですけども、下固形燃料なので、まあ油分が落ちるとちょっとこう火がボッと出たり煙がバッて出たりするかなと思ってですね、これもちょっと以前なんだっけ、焼きとうもろこしかなんかのバター醤油を作ったやつ、ちょっと汚れてるんですけど、これを乗っけてですね、ここの上で焼きたい、焼こうかなと思います。でうまく焼ければこのノンアルと一緒にうまくできないかなと。でこれちょっと汚れてるので100均ですしね、ちょっと錆びてるんです。なのでこれで包む。これ何かっていうとこれも100均に買いましたけど、くっつきにくいホイル、これを巻くこれ今切りましたんで、これをこう巻く、くっつきにくいんで多分大丈夫でしょう。この状態で、やります、焼きます。ウインナー、厚切りベーコンで、ノンアルを飲むと。ビールですね、ノンアル。
ちょっとドキドキですけど、やってみます。まずは、これ取って、これも取って、固形燃料に火をつけます。着火。きますよ。つきました、つきました。見えてますかね。こんな感じですね。結構強いですね、火が。怖っ。あ、隣に移って勝手についた。これそのまましとこうかな。うわ、火が強っ。これもうあれですね、大丈夫と思います。こんな感じ。これ室内なんでちょっと火事になったら怖いんですね。すごくないですか。よっ。こんな感じで置いて、すごい火、火事にならないようにしないとね。こんな感じで、ここに、すごくないですか。火事ではないですよ、火事では。大丈夫かな。ソーセージを乗っける。焼けんのかな。火が強いんで、まあ、下手したら割り箸が割れるんじゃないか、焼けるんじゃないかっていうね。怖い怖い怖い。すごい火なんですよ。びっくりするね、これ。あ、なんか燃えてる。いや、すごいっすよ。燃えております。焼けております。ソーセージが2個。いや、もう全然火力が強くて、火事じゃないですからね。全然大丈夫です。ほんとこう焚き火、これちょっとあれやな、ベランダでできるかな。この火の強さは固形燃料1個でよかったかもね。もうソーセージ行こう。おう、もう3つやね、3つ。うわ、怖っ。じゃあ開けますね。ノアル、もういつでも良さそうだから、開ける。急がんと。ビール、こんな感じで香ばしく。あ、正解ね。やっぱしこのアルミに効いたの、汚れないし、もうこれ食べれますよ全然。これもうお皿にゲット。なんか良くないっすか、なんかこう雰囲気も。あ、これ冬やね、やっぱ。いやいや、いい感じいい感じ。食べますね。いただきます。おぉ、うまい。固形燃料でやれるっていうのが良くないですか。この火ですよ。でもこれ室内。おぉ、うまい。めちゃくちゃうまい。